果序とは枝状に置ける花の配列状態のことである。チューリップのように茎の先端に単独で花をつけるものもあるが、ひまわりやアジサイのように花が集団で咲くものもある。このような花の集団を果序という。花の配置、軸の長短、花柄の有無、比率等により、いくつかの基本形態がある。大きく分けて有限果序と無限果序に分類することができる。無限花序は、 家系の主軸の先端が成長しながら、側面に加賀を作っていくような形のものである。多数の花が並んでいる場合、基本的には、先端から遠いものから順に花が咲く。有限過剰、英語、definite i n f l セ o r e s c e n c e は、家系の主軸の先端にまず花が作られ、次の花はその花方の側面の芽が伸びて作られるものである。当然、先端の花が最初に咲く。 さらにその枝の出方や配置等で以下のようなものが区別される。傘形果女や塩水果女に似た姿になるものもある。傘形果女の名はそのまま使われ、塩水果女に似たものは塩水系果女と呼ばれることもある。蒸気の果女が組み合わさった複合的な果女をつけるものも多々ある。三型果女の花の位置に三型果女がつくものを副三系果女という風に、 服をつけて表す表現もある。あるいは、傘形花女を相上につける、などという。以下のものは、見かけ上は一つの花のように見えるが、実際には花女であり、複数の花の集まりである例である。他に、花女全体を一つの花のように見せるものとして、装飾下がある。ガクアジサイなどに見られるもので、花女の周辺の花が花びらなどだけを特に発達させた、不念の花となるものである。 ありがとうございます。